ナイルブラボーと申します。そしてこんにちは、ラボトミーコーポレーションアブノーマリティの実況プレイの続きやっていくよ。今回はとうとう教育チームのセフィラコア抑制、私の録画ミスがなければ本当は3回目のセフィラコアになるんやけど、今回は初めてのセフィラコア抑制になります。今度は教育チームで、各そのセフィラコアは それぞれ特殊な能力があるみたいやから、教育チームのセフィラコア抑制も多分一筋縄じゃいかないでしょう。セフィラコア抑制ボタンを押すと、周りがこの赤いエラーみたいな感じでこう UI がおかしくなって、ここの中にいた職員は一回こっちの階に送られます。ただこれは別にこうやって配置すればいいだけやから、忘れずに配置しましょうね。あ、そう、ほんで何もないのイージーオーギフトの武器ミミックス作れたから、私ブラボーが今度はもう接近戦、正真正銘体を張って皆さんをお守りいたします。というわけでコア抑制始め。おーおー、すごいすごいことになってしまってる。すごいわね、あんたもうマルクと暴走、ホトちゃん暴走しまくってるね。さあ、あなたの特殊能力は何でしょうね。今のところ不思議なことは何もない。そう、コントロールチームの時はよくわからんかった。で、情報チームの時は画面全体にモザイクがかかって、この何を選んでるかがよくわからんくなったのよ。ホドちゃんは特に何もなさそうね。まあいい、とりあえず作業をさせるか。あ、で、ほら、そうぶっ壊れてしまったから画面全体なほどの心の声が響き渡るのよ。みんなが私を愛してほしいです。私、みんなが私を必要としてほしいです。ちゃんとしてくださいよ、職員がこの映像を参考にするんですから、っていう感じでほどの心の声がめちゃめちゃ拡散されます。とりあえず作業をしていきましょうか。わかったここや、ほどの能力がわかった。全職員の能力値がマイナスされてる。うわー、しかも結構なマイナス値やで、ね、これ。いやー、ひどい。すげー。このバラつき具合は分からんけど、各職員のステータスがマイナスされてる。これはやばいぞ。そして、あなたが新しいアブノーマリティですか。ごめんなさいね、今ミッション中だからあなたに構ってらんないのよ。そして、あなた絶対これ人丸飲みするぐらいのお腹ね、パックンフラワーみたいな感じ。とりあえず愛着作業させてみますか。何もない、大丈夫よな。職員の手と下がってるからちょっと怖いのよね。とりあえずいけてるけど、どうかな。職員のステータスが下がってるからちょっと怖いのよな。こっちも完了した。とりあえず作業はできる。でもマイナス 4% するってことはやっぱりワーやな、これも。おお、なんだい。音楽が変わって、そして心の声も変わりましたね。私だけが彼らのことを心配してあげてるのに、なんで私を嫌うの。一緒に職員教育ビデオを撮影しましょう。あ、危ね、忘れてた、クリフォトボーサーってな。あ、もしかしてこれ、もしかしてマイナス値が増えてる。これはやばい。シャレになってない。マイナス24ってどういうことよ。しかもさっきマイナス34まであったな。これはやばい。これは間違いなく強敵や。 HP も SP も減ってる、よく見たら。はあ、なるほど、これはまずい、死ぬ。いやー、ステータスが低い状態でこいつらの相手せなあかんのほんまにきついんだけど。いけ、やれ。逃げた。どこだ。オッケー、やっと鎮圧できた。お前ほんまに
めちゃめちゃ手間取った延期バカだれ。わお、わお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 、すごい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 、なに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 、怖い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 、めちゃめちゃ怖い。そして画面が見えない。これは相当壊れてるわね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、よく見たらいろいろなんか起きてるじゃない。しかもちょっと待って、マイナス値がでかすぎる。45ってどういうことよ。もうほとんどなんかもう20日目ぐらいのステータスになってるじゃない。 HP もひょえー、やばいやばいやばい。そして色が滲んでるせいで見えない。いやー、すごい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 。おっ、あー、終わったー。よしよしよし、条件達成したからな。よかったー。そしてみんなの職員のステータスが元に戻った。あー、よかった、ほんまによかった。いっちゃむずかったかも。いや、難しかった。ほんまに難しかった。ステータスダウン。ステータスダウンはちょっとやばいわな。T0175、その笑顔は不気味で悲しみに満ちています。O0298、私の頭が爆発する時間ですね。いい一日でした。O0389、システムの問題により、アブノーマリティが脱走した場合、直ちに管理人を処分する必要があります。さあどれにしようかな。その笑顔は不気味で悲しみに満ちています。この世で許されない行動などあるのでしょうか。人間は全て不完全です。許しは敵のためではなく自らの平和のためだという事実に気がつけば少しは改善するのでしょうか。これはほどの人間やった時の姿やね、おそらく。そんな不安定な状態で我々の実験に参加できるのか。ミシェル、あ、この子が本当の名前はミシェルって言うんや。担当直人に言うと、我々は頭に逆らった実験をしている。もしも君の愛する両親や君を大事に思っている他の人間からそれっぽい言葉でかどわかされても心が揺らかない覚悟があるか。一方的な怒鳴り声に君は何も言えず、その沈黙を代わりに埋めたのはカルメンだった。わー、かわいい。あまり強く言わないであげて。この人はカルメンって言うんやな。ようやく名前がわかったな。まだ幼いのにここに入ってきただけでどれだけすごいことかわからないの。皆がそうであるように、ミシェルはカルメンが好きだった。それは偽りや演技ではない。そのように偽るには彼女は素直すぎた。その時どんなことをしてでも彼女が言うのを避けていた返事を聞くべきだった。ミシェルは自分が望んだ報酬を受けただろうか、わからない。我々とカルメンを踏みにじってまでも彼女が欲しかった目的は成し遂げたのだろうか。私は彼女に憎悪を抱く資格はあるのだろうか。その答えは違うだった。私も彼女と一緒だからだ。本当は君がこんなくだらない三文記事に書かれている内容の最後を解けてほしくはなかった。戻ってきた。管理人は自分自身と対面することに成功しましたか。ここで目が覚めた時、私は二度目のチャンスが来たかもしれないと思いました。罪を弁解してこのしがらみを断ち切ることができると思っていました。でも私が犯した罪は決して元には戻らない。一度水に落ちた石は水面には上がらないように。いい人になりたくて頑張ってこの場所も良くなるかもしれないって見せたかったんです。それが本当に人のための心だったのでしょうか。少なくともここではそうできないように私は自分のために善意を振る舞っていたんです。これからもいい人になろうという努力は諦めません。偽りかもしれないけど、それで私を嫌う人が出ても私の努力で一人でも助かったり慰められるならその意志を糧として生きていきます。あ、元に戻った。あアホ毛ある、かわいい。だから管理人も一緒に努力していきましょう、この無限時刻で。これあれよな、ホドが認知フィルターを取って私に真の姿を見せてくれたってことは心を開いてくれたってことなんよね、きっと。お、もっといい存在になれるという希望。これ今 30% になったけど 10%20% の時は、マルクトの時とイエセドの時やな。正直俺に褒められたくて来たんじゃないよな。なあ、いい加減懲りねえか。お前は明日も何もかもやり遂げるだろうさ。本当はそんなに大した仕事でもないのにアンジェラと他のセフィラはお前のことを褒めるだろうさ。俺の部門でまた事故が起きて、その事故で何人かが死んで、何人かは狂い、何人かは一生回復できない傷を負うだろう。その時ホドは俺を慰め、エサドは俺が守らなかったルールに怒って、マルクトは明日からもっと頑張ろうと葉っぱをかけるだろうさ。誰も俺のせいだと口にしないが、結局は俺の責任なのは確かなんだ。毎日それの繰り返しだ。いつか、いつも死から始まって死で終わる。
ここにいる職員はみんな定期的に少量の薬物を支給されていることを知っているか。すべてのことに無感覚になるようにしてくれるんだ。考えてもみろ、さっきまで同じ飯を食べてた仲間がコッパみじんになって、その残骸を正気のまま片付けられる人間がどれほどいると思う。お前はそんな奴らを冷めることができるか。薬に足りるのは卑怯だと言うのか。みんなそれぞれのやり方で逃げているだけなんだよ。大丈夫に見えて本当は誰一人大丈夫じゃないんだよ。死ねる方法についてはずっと考えてたんだ。知ってるよ、比喩表現ってやつだ。俺たちは死なんて変な話だって知ってるさ。エンケファリンのような薬物類を機械内部に流すと少しずつ腐食するそうだ。それを一瓶丸ごとこの中に入れたら、機械内部で修復不可能な損傷を起こすだろうよ。今まで入れたエンケファリンの量よりはるかに多くの俺の中に入れたのに、むしろ意識がはっきりしてる。今までこれほどまでに精神が隙間だったことはねえな。もし再び目が覚めるなら、お前も他のセフィラもアンジェラもいない場所だといいな。楽しくはなかったが、もう二度と会わないようにしようぜ。これは人間やった時の姿かな。我々は小人について本格的に研究し始めた。適切な量を決めるのが最も切迫した課題だった。私は人々を説得した。カルメンと他の人々を救うには実験を続けるしかないと言った。志願者が必要だという誰もが誰もったが、その中で一人だけ静かに手を挙げた。今まで何も言わなかったジェバンニだった。あなたの本名はジェバンニっていうのね。ジェバンニはカルメンの会社からいた患者の一人だった。幼い頃から知っていると言っていった、崇高な犠牲などない。どれほど言い繕ってもその最後は悲惨だからだ。カルメンは助けられるかもしれないという言葉が一番強い説得になって彼を導いたのだろう。適切な量を決める実験は一度や二度で終わる作業ではなかった。彼とはそんなに話していなかった。カルメンという共通項以外は接点がないのがその理由の一つだ、繰り返された実験は消すことのない痕跡を残した。小人を投入する。おおおおおセフィラコアの抑制が始まったわね。おっ、こんな感じで完全同期化に成功したら新しい能力をもらうことができるのよ。しかもこれは永続、新規雇用職員ランク3。ん？これはどういうことや、この部門はこれ以上クリフォード暴走の影響を受けない。これつまりどういうことかっていうと、あのブーンブーンってあるやんか、あれを教育チームの、アブノーマリティはそのブーンブーンって二度とならんくなる。わかるかね、これすごい能力よ。こっちの新規雇用職員ランク3はちょっとわからんから、今後ちょっと試していろいろちょっと見ていきながら能力、この能力の意味を確認していきましょうか。というわけで今回はここまで。次回安全チームのクリフォード暴走、クリフォード抑制やっていくんで、よかったらまた見に来てください。面白かったらでいいんで、高評価とチャンネル登録していただけるとむちゃくちゃ励みになります。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。